クリコーは、チリ中部、マウレ州クリコ県にある都市で同県の県とでもある。クリコーのある、クリコー県は、コルチャグア県とタルカ県の間にあり、太平洋からアルゼンチンとの国境まで広がっている。クリコーのケーキ、フルーツ、ワインは、品質が高いことからチリだけでなく、世界中で知られている。クリコーは、チリ中央鉄道に沿って、首都のサンティアゴから、 1> 南1 8 3トルに位置する。町は、肥沃な地理中央峡谷の中にあり、標高は2 2 8ルアンデス山脈と地理海岸山脈に囲まれている。鉱山資源は、未開発であるが、銅、金、銀を含んでいると言われている。牛、小麦、ワインが主要な産物ではあるが、フリントコーンや果物も生産されている。 海岸沿いは生炎業が発達している。クリコーは、スペイン統治時代の1743年に、ホセ・アントーニオ・マンソデ・ベラスコによって創設された。1747年、フアン・マヌエル・デロサスは、湿気が高かったことを理由に、町を北に約5キロメートル移動することを決定し、現在の場所となった。1830年に、四季となった。 1928年の大地震で被害を受けたが、翌年再建された。2010年2月の地震でも被害を受けた。ありがとうございます。